はい、どうもエムです。今日はリクエストがあったんでハニーバジャーを使ってちょっとね戦っていこうかなと思います。ハニーバジャースチールフロント金武器ですね。拡張マガジンがついてるやつになります。ちょっとね金武器とはいえスチフロなんでねダメージアップが 15% っていうねどうなのかわかんないんですけど、ちょっとこれでやっていこうかなと思います。さあ勝てるかな。ではやっていきます。さてやっていきましょう。ハニーバジャーチャレンジ。さあ当たるのか。50発入るが、そんな打つのか。当たるのかこれ。ちょっと不安だから当番にしとこうかな。さあ久しぶりだねここ。目の前見て、こっちに来てはいない。山上に登ってるやつもいない。奥行ったかな。ガンダで行こうか。いないね。どこ行ったんだ。上で持ってるかな。あれいないぞ。あ、そっかそっかそっか、これソロじゃねえんだった、忘れてたわ。ソロスクでした。そらいねえわ。ハニバジャはさ単発打ちが弱いよね。すげえリコイルの回復が遅いからさ、タンタンタンってのはめちゃくちゃ遅い。なんかせめてねコンペ以外のアタッチメントがつけばいいんだけどな。お、中はいるね。お、川沿い。こいつのボットに出会いたくな。うわ最悪。あれなんか外じゃねそれ。川だよ。なんかちょっと俺の想像と違うとこにいるな。わあいっぱい来たいっぱい来た。ほら単発違い超弱い。単発違い超弱いよ。当たんねえもん俺の技術じゃ。さて川沿いにいたやつはどうなったんだ。来るか。うわめっちゃ死んでんな。当たんねえ当たんねえ当たんねえよ。Friend, you're not looking. マジで当たんねえ。くっそ、なんだ今の。結構敵弱かったぞ多分。当たんなすぎだろ。いやちょっとこれ数十発撃ってからじゃないときついかもしんないな。予想よりブレる。あ違う、研磨にしよう。さすがにちょっと過剰だわ。あ研磨ないのか。さすがにあそこに爆破持ってくのはちょっとフェアじゃない気はするんだよな。でもまあ爆破でいくか。いいや知らねえよなそんなもん。こっちは一人なんじゃいってことで、いや爆破だけでいこう。あでもちょっと俺撃ちたいな。一回ちょっと試し撃ち用にこいつ持ってって、これでいいか。
さて、ちょっとこっちしてみました。さあ、ちょっと打ってみないことには話にならないな。最初の方だけだな、打てんの。いけるかこれ。不安になってきたぞ。ソロスクなんでね、あっちの方に敵がいると見ていきましょうか。さて、どこにいる？こっち来やがって。バジャー関係なく飛ばそっかな。え？ほい。空爆成功。奥に見えたな。生きる？まだ奥にいたな。弾をください。ないんかい。右側に行ったか。手前もいる。右から潰そうかな。はったんね。リロードが早いぐらいしか利点がねえぞこれ。死なねえんかい。うわ、まだいるんだ。うわー、勝てない。あのさ、 MK だったら勝ててたよね絶対。くそー。おい、ハニバじゃきつくねえか。ハニバじゃきつい気がしてきたぞ。さあ行こうか。目の前のやつらがどうなってるかだな。いやでもさ、ラジがねえんだからこっちに来る必要性はないよな。ボス行けよな。まあでもこっちから来るって知ってたらこっち潰しに来るかな。さすがにボスにいるよなきっと。ああ、いるいる。さてどう戦おうかな。予想以上に死なないんですが、大丈夫でしょうかこれ。軽装だな、だいぶ。よしよしよし、オッケー。なんで一人ずつなんだ。いないの。お、来たね。しー、当てても死なないのは無理よ。気づかれてたか。
え、これ勝てないと思う俺。結構今までの調整の中でも難易度高めな気がする。まだ俺ベクターとか運比の方が勝てる気がするわ。よし、ここでうまく勝って一回帰って終了にしたいところだね。よっしゃあ、さていっぱいいるかな。こっちはいない。こっちはどんな感じ。めちゃくちゃ体出してるのに打ってこねえな。いないのか。スクール行くか。近距離戦闘だったらギリギリ勝ち目があるかもしれない。いたね、今行っちゃったかな。わお、こっち打ってきたね。バレてんのか。趣味さな。弾ください。研磨か。ないよりマシかな。おっと、バレてたようだ。さてどんな感じで来るかな。まあ詰めてくると思うんだけどな。さすがにこっちは1人か2人だし、あいつがダウンさせたのを見えてるから2人いるだろうと思ってるだろうな、きっと。あら、二人だと思ってるよね。あ、うん？何の音だ。詰めれるかな。遠距離戦じゃ分が悪いからな、さすがに。死なねんだ今ので。あ、そんないらっしゃる。それはちょっときついな。全員で詰められたらちょっと勝てないぞさすがに。下に降りた。いるな、近い。いや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 、あのそこまで早く解けるやつ相手にこの武器じゃ無理だわ。これどこで活躍すんの。あ、今までみたいにさ、近距離なら勝てるかもとかさ、遠距離なら戦えるかもとかさ、
利点がなさすぎて全てにおいて MK に負けてる銃はちょっと勝ち目がないぞ。どこで戦えばいいんだろう。こいつの勝てる距離はどこだ。多分勝てないぞこれ。さてそろそろ勝ちたいな。この銃勝てるビジョンが見つからないんだよな。どうしようかな。六層だよね君。勝てるかなこれ。ちょっと怠慢でも勝ち目がちょっと薄い気がするんだよなこれ。とりあえずストップかけて、待って待って、キル速遅すぎね。ヘッショ当たってあのキル速はさ、一般弾の MK より劣るぜ。ちょっと待ってくれよ。こういうの相手ならまあ勝てるよ。そりゃあね。勝った。残り一人どこ？残りの一人が分かんない。一人が分かんねえな。ていうかやりやすいやつどこ行ったん。逃げたわけねえよな。人影見えないな。全然見えない。行こう。来たよ。なんか来た。危ね。これもう研磨弾じゃ絶対勝てない自信がある。ボスいるの？もしかしてボスいない、ね、いるんだ。あいつ俺苦手なんだよな。強くね。お前強すぎなんだよなマジで。
あいつちょっと強すぎる。どこ？いらねえ。まあ、正直ベーシックなら剣までさえちょっと過剰戦力だよな。そんなところに爆火と燃焼できてこんだけ勝てない俺ってね、どういう状況だよ。おお、いっぱいいた。いないと思ってたんだけどな。何です。はい、諦めます。ハニバじゃ無理。マジでゴミ、クソゲー。この武器はマジで無理だわ。これは利点がないよね。近距離なら強いとかさ、遠距離なら強いとかさ、こうすれば強いってのが何もないから、何も、なんだろう、戦い方がないっていうか。正直、まあ、拡張マガジンについて50発増えたところで、だから何っていう、キル速があんだけ遅いとちょっと何もならないよね。これだったらまだ MP5K とか、そっちの方が可能性を感じるわ。まあ、249もちょっと可能性感じないけど、うん、まだこっちとかの感じるな、可能性。アウグの方が強いんじゃないかな。キル速アウグと同じぐらいか、アウグより低かったぞ、今。触った感じ。これだったら俺まだこいつの方が勝てる気がするわ。これで行ってみる。ラスト一戦。しゃあ、MK14 修復でございます。マズルついてません。どうなるかな。修復された銃器です。大半のアタッチメントは使用できます。大半ね。結構重要なのが1個ついてないけど、まあ何取れても怖いからな。スコープつかなくてもやだし、マガジンつかなかったら終わりだし、チクパも結構重要だから、まあ確かにこれだったらコンペがないのが一番楽かな。さあ行こう。あれ、いないね、全然。相変わらず、相変わらず人がいた、奥いた。どういうルート行くのかな、あれ。こっち来てたらやだな。いた。全然ぶれないじゃん。マズルなんていらなかったんや。当たんな。これはやばいわ。ここはやばい。一回引こう。さすがにブレたね。うん。マズルなんていらなかったなんてことはない。マズルはいる。当たんなすぎて笑ったわ。どこがいいかな。多分右回ってくるやついると思うから右刺そうかな。
あいつ強気だね。強気すぎない？さすがに。二人か。すごい、何これ、左にすげえブレてった。あ、やばい、これ俺打ち返し勝てないわ。いや俺これ打ち返せないかもしれないな。禁断の技使っていいかな。MK 関係な禁断の技使用しました。さすがにブレるね。まあ、この倒し方だったらハニバジャだろうがなんだろうが関係ねえな。いねえな。メゾンはいるかな。いるね。軽装だな。いや軽装一人ってことはねえだろ。あと何人いるかだな。ティアナも撃ってくんね。一人、あ、ショート一人だけだな。まあ、俺の足音聞こえてねえのか。外もいるのか。なんで逃げんの君。なんで逃げんだよ。どうした？これ別パターンだな多分。下一人、上も一人か。上は二人だな。外に出た。
まりすぎじゃね？どんだけいんの？別パかよ。どうすっかなこれ。出方次第で俺が挟まれるかな。弾はあるか。詰めるか。でも欲しいな。グレネード欲しいな。はい、強い。さて、外のやつどうなったんだ。別パというか、いや別パはいたんだな。直後に死体があるか。いはしたがそんな強くなかった。もしくは逃げちゃったのかな。殲滅かなこれで。はい、まあしょぼいけど6キルしてるから許してくれ。ドッグタグ9枚、持ってたやつも拾ったなこれ。 OK。 ほら MK14 修復のが強い。かつ修復費用見て836、クソ安いね。いやー、やっぱさ、どんだけハニバシャが辛いかがわかるね。もうね、MK14 修復の安定感といったらなかったわ。正直あのブレるだけだったら抑えればいいだけだし、近距離で等倍使えばいいだけなんだけど、キル速が遅いってのはもうねどうしようもないんだよね。正直キル速が遅いともうだって抑えても打ち返しで負けるしさ、怠慢で距離行っても負けるしさ、もう勝てないじゃん。そうなっちゃうとさすがにね使い道としてはないかなって感じですね。はい、以上私のハニーバジャーの、総評でした。よかったらね、なんか使ってほしい武器あったらまたリクエストください。ではまた他の動画で、バイバイ。